175年10月6日は日本出身のアメリカ合衆国の画家、版画家。アメリカの大自然を日本画の技法で描き、新しい美の世界を切り開いた。米国で日本人初の野球チームを共同設立した。岡山県湿木郡茨村に8人兄弟の罰子として生まれる。本名佐藤蔵六。5歳で仙台に住む洋画家。 美術教師の兄61の養子となる。7歳から日本画を学んだ。14歳の時に東京に出て大政奉還図で有名な村田丹寮に支持した。この頃松島にちなんで画号を千歩とした。日本絵画協会、日本美術院連合絵画協進会に出品する、傍ら美術建成会や日本美術院の研究会に参加する。最年少で、 日本画の賞を受けたが、伝統の枠組みから出ようとしない古い体質の画壇に限界を感じ、1903年に渡米した。当初は米国で旅費を稼いだ後に投する予定だったが、結局米国に生涯とどまることになった。日本人に対する偏見と差別の中、低賃金の労働に明け暮れる日々がサンフランシスコで続いた。1九百五年に日本人野球チーム、 クラブ野球団を創立した。1906年のサンフランシスコ自身の時には山上をスケッチして回る。1912年、福岡出身の小橋春子と結婚した。1915年から1927年までジャパン市で挿絵画家として働く。1921年の東西芸術協会の創立とその展覧会の開催に尽力する。 1924年にオペラ、蝶々夫人のサンフランシスコ公園で舞台美術を担当した。1927年、カリフォルニア大学バークレー校の美術教授、ワースライダーの勧めで、ヨセミテ渓谷とシエラネバダ山脈をスケッチ旅行し、帰宅後に個展を開いた。これ以降カリフォルニアの自然を多く描くようになった。翌1928年、 養父の61が死亡したため帰国した。この時自作を現地向けに規範が課して世界の風景シリーズとして高見沢木版社から出版した。版画は18ヶ月をかけて制作された。山上の湖では天然の鉱石ラピスラズリを自ら砕いて顔料を作り、その青色は昇法ブルーと呼ばれた。九百三十年にアメリカに戻った。 1932年にアメリカ初の美術学校日本画講師としてカリフォルニア大学バークレー校に迎えられた。1939年には助教授に昇進した。太平洋戦争が勃発するとアメリカ西海岸の日系人は12万人が各地に作られた仮設収容所に連行された。昇法も家族と共に住まいを追われ、1942年4月30日に 馬小屋を改造したタンホラン仮収容所に収容された。泥と藁まみれの粗末な小屋に何人もが押し込められる劣悪な環境だったが、勝保はすぐさま収容所内に美術学校の創立を計画し、5月25日に開校、6月には展覧会を開いた。9月には仮収容所からユタ州のトッパーズ戦争移住センターに移された。勝保は収容所内に 日本庭園を作り、再び美術学校を作ったが、収容所の管理者と仲の良い商法スパイと思った、日本人収容者に刺されて1943年に入院した。退院後は、行の招きでトパーズを出て、セントルイスでコマーシャルアートを描いた。戦後は、バークレーに戻って復職した。1948年に退職し、名誉教授の栄誉を得た。また、 日本とアメリカの関係改善に芸術を通して尽力し、日本国より随放賞を受賞した。1975年にバークレーで没した。勝和の教え子の中には墨絵画家の山本幸浦がいる。2008年1月、日本人収容書アート展示として大阪船谷屋川市立市民ギャラリーで、 尾畑千浦の収容所内での未発表作品が教え子の山本幸浦とともに世界で初展示された。その後、ニューヨークの大学機関などで日系人収容所時代の作品が教え子の山本幸浦とともに特別企画展示された。上杉神社、継承展には、章保が描いた上杉謙信公の肖像画が収められており、映画やドラマで扱われている。 健身校の風貌やジンバオリのデザインなどは、昭和が描いた作品による影響がある。戦後の長男である、君尾バタは、戦後もセントルイスに残り、1951年にコマーシャルアートのオバタスタジオを設立したが、退職した後日本に移住し、1986年に東京で没集した。次男の行尾畑は、アメリカ合衆国史において重要な建築家であり、 全米で最大の建設設計事務所、ヘルムース・オバタ・カッサバウムの創立者の一人で、セントルイス名誉市民である。行の娘のキクもデザイン会社を設立している。ありがとうございます。